この動画は字幕の通りひどい動画や、それでもええって人はゆっくりしていってな。ハローみんなのアイドルうどんげだよ。ハロー天界一の魔女天使よ。今回私はランクに挑戦するわ。ちょっと待って、今回って確か。そうですよ、今回はコラボ動画ですよ。おい天使、お前なんでランクマッチの試合をコラボに選んだ。別の試合もあったけど、その試合私が盾でもっと10段ちょうだいって言ってただけだからやめたわ。それより冷戦さんコラボ相手である私の紹介しなくていいんですか。そうだそうだ、忘れてたね。今回のコラボ相手はノラで偶然出会い若いしフレンドになったビスケットさんだよ。いやまさかノラで出会えるなんて思ってなかったですよ。私もこれだけ一緒に遊ぶことになるとは思わなかったよ。ちなみにビスケットさん、浜田動画あるはじめの新米実況者さんよ。動画見たけど初めて作ったとは思えないトーク力だったね。動画説明欄にウラル貼ってるので見てね。さてじゃあ紹介はここまでにして実況していきますか。天使さんガンビットですか、珍しいですね。いやーショックワイヤーのビリビリが気持ちいいからね。一度ハマったら抜け出せないわ。大変態さんは帰れ。あら私は変態じゃないわ、ド変態よ。うでぇ天使さんアーマー置いときますね。ありがとう、これで敵の銃弾いっぱい浴びれるわね。ダメだこいつ、頭狂ってやがる。まずいわ、相手さんモンターニャピックしてきたわ。いやでも天使レミントンにニトロセルだからいけるでしょ。私としては MP7 持ってきてないのがすごく気になります。やっぱモンターニャニトロセルじゃ死ななくなったわね。どうするの、あのままだと爆弾設置されるよ。そうねー、ここは上からお邪魔するわよ。作戦でいくわ。なんですかその無策感半端ない作戦は。簡単な話だわ、1階から飛び出て裏取りするだけよ。それランクでやるとヤバくない。ヤバかったわ。この無能。やっぱり無策でしたね。そもそもガンビットなのに有刺鉄線持ってきてない時点で無能。まあ仕方ないですよ、私たちが何とかします。方言それだけ、もっとちょうだい。もっと、うるさい敗者は黙ってみてろ。ごめんなさい、私も敗者になりました。だ、大丈夫だ、今回フルパで言ってるんだ。二人サブライ大丈夫だよ。なわけねえだろ、ふざけんな。フルパでパーフェクト負けはまずくないですか。あまりにも余裕すぎてあいつら遊んでるわ、はは。笑い事じゃないですよ。まあ一戦目は様子見よ、攻撃できっちり勝たしてもらうわ。選んだのはブイッチか。こいつのテーザーは程よい痛みを与えてくれるわ。でもやりすぎると果てちゃうから気をつけてね。そういうガジェットだったんですか。天使のガジェット説明は少し歪んでる虫で OK だ。とりあえずショックワイヤー破壊しててるミットさんに仕事してもらうわ。あれビリビリが快感になるんじゃないんですか。今は快感より仕事優先なのよ。仕方ないわ。てかテーザー当てるの上手くない。普段から練習してるからね。これぐらい朝飯前よ。この人ただの変態じゃないんですね。一通り壊したから敵に快感を与えに行くわよ。さあレーザーさん、あなたを快楽の底へ突き落としてあげるわ。なおその間にビスケットさん死亡。あっこいつ快楽落ちを拒否しやがった。いやそれが当たり前と思うんですが。そうかなら私の手で落としてあげるわ。はい、このラウンドにいつの見どころさんです。もう一人いるわね。あなたも落ちなさい。振ってねえ、なんかに落とされてたまるか。生意気ね。でもあへーおい、これ以上言ったら規制入るからやめてくれ。もしかして天使さんの時が一番ひどい動画なんじゃ。でも天使の代わりは出番的にサナエになるんだよ。あ、どっちにしてもめちゃくちゃな動画になるんですね。わかります。てか味方さんが。さて天使を取り直して3ラウンド目行こうか。そうね、ここは絶対爆弾設置させない。マネコーで行くわよ。この人たち探しの変をなかったこともしてる。ビスケットさんどうかした。いやなんもないです。そういや天使エコー使うなんて珍しいね。モンターニャ対策よ。これでモンターニャの裏で設置されても防げるわ。あの天使さん味方壊滅してます。いやいや嘘でしょ。これで負けたら無能エコーですよね。自作戦変更だわ。ドローンで設置防ぎから全滅させるに変更よ。そんなうまいこといくか。しかも相手結構強いし大丈夫よ。まずは強い敵の方が燃えるのよ。冷戦さん大丈夫なんですかこれ。ここまで追い詰められたらタワごとも信じるしかないよ。ふふふ冷戦安心しなさい。悪いけど私は人数差に強いのよ。ナイスキルでもまだ敵が有利だよ。モンターニャがボム前で待機してますよ。敵は人数差で油断している。絶対私を倒しに来るからそこを狙うわ。そんなうまいこといくわけ。あったわ。これで振り出しよ。敵は驚いてるでしょうね。そして味方が一人倒して戦況楽天だね。ふふふ爆弾設置してもいいわよ。その時はドローンの餌食になるだけだわ。この人別の天使さんですか。謎だったかも紹介してください。こいつたまに覚醒するからね。本当に稀だけど。失礼ね、常に謎として覚醒してるわよ。運動でもいい。でもやっと一勝ですか。気を抜けないですね。次のラウンド取れば振り出しよ。勝ってみせるわ。おかしいな、爆弾上が補強されてないぞ。おそらく上開けて設置阻止しようとしたんでしょうけど。誰もいないならフユーズ様の餌食よ。まあこの部屋はどの床でもフユーズ打てるからなんとも言えないけどね。天使さん今なんか通りませんでした。バルキリーらしき奴が通ったわね。フユーズで倒してやるわ。敵さんロシアンルーレットのお知らせ。さああなたは向かった場所で成果しか決まるのよ。データ遺体私をこっそり襲って何するつもりよ。おそらく殺そうとしたかクラスターチャージ撃った流れ弾が当たったんだよ。いや絶対違うわ。色同人みたいにするつもりだったわ。違いないわ。あ、撃ってきたやつ死にましたよ。根気ないわね。私を生かしたいならもっと頑張りなさい。字幕おかしいぞ。まああいつ死んだってことは残りは下だけだし突入するわよ。いつの間にか時間がやばいんですが。気にしたら負けよ。あとは上から爆弾見るだけで OK だわ。敵さんよく来たわね。ご褒美に3弾あげるわ。サプレッサーで適当撃ちとか悪趣味かな。この銃サプレッサーつけても威力高いからおすすめよ。これで振り出しに戻しましたね。逆転勝利目指しましょう。見どころがなさすぎたからカットしたよ。どうして延長戦になってるんですかね。5ラウンド目、モンターニャの裏で設置されて負け。6ラウンド目、4ラウンド目と同じ勝ち方。延長1ラウンド目、またモンターニャの裏でいからく。お前ら同じこと繰り返してんじゃねえよ。
った。大丈夫よ、冷戦、今回は作戦を変えて攻めるわよ。そうですよ、この作戦は圧倒的勝利をもたらす作戦です。はぁ、作戦は至って簡単。設置部屋の入り口に一煙を放ち敵が入れない間に設置する作戦だわ。うん、単細胞でもできる作戦。シンプルイズベストよ、深く考えず単純に行動するのも作戦の一つだわ。と、私を盗撮するならもっとわかりにくいとこに置きなさい。その方が私もゾクゾクするわ。こいつまともなこと言い出したと思ったら変態発言したりするから疲れる。このタイミングでリスキルするなんて聞いてない。そりゃ敵がわざわざ作戦言うわけないじゃない。そこまでレスしますか。悪いけど今はどう攻めるか真面目に考えてるの、静かにしてちょうだい。さっきまでうるさかったくせによく言うよ。まあいいですよ、ここで勝ってくれないと負けですし、死んだ私は天使さんに全てを委ねますよ。ちなみにチェクターの武器はミニミニしたわ。確かビスケットさんがミニミ使って無双してたから使ったんだっけ。あらも劣化したしチェクターを使う気失せてたけど、ミニミが思ったより強いからまた使い出したわ。私に感謝するのです。ありがとう。素直に感謝するあたり、やっぱり創業娘なんだって思いました。敵英語無にいないわね。設置の準備するわよ。こちらサッター設置準備完了です。時間かけすぎよ、まったく。クロスボウで足止めするからさっさと設置しなさい。今撃たれたけど大丈夫か。大丈夫よ、大船に乗ったつもりでゆったりと設置しなさい。さてタイタニックか山とか。それが基地も沈むじゃない。だって成功する気がしませんし。ふふふ、それはどうかしら。一度侵入すればこっちのもの冷や放って敵のルートを遮断するわよ。あっ、思ったよりしっかりした作戦だった。ただ味方が一人やられましたね。焦っちゃダメよ、ここは落ち着いて解除しに来た敵を倒していくわ。危ねえ、危うくガスで死ぬとこだったぜ。ナイス設置よ、あとは後ろのカバーをしててね。とここで味方がスモークを倒したね。一番厄介なやつが消えたわ、これで少し守りやすくなったわね。今上からバルキリー出てきましたね。厄介ね。もしものためにクレイモア設置しとくわ。本当ならデフユーザーにクレイモア置きたいけど、今中に入ったら絶対死ぬからここに置くわよ。さてゲージはあと半分耐えきれるかな。まずい、後ろの味方死んだわ。大丈夫だ、爆弾は俺が見とく。そうなら任せるわよ。ごめん、時間稼いでくれたから十分だわ。あとは私に任せなさい。この試合は絶対に落とさないわ。時間的にも負けることはなくなったね、よくやったよ。天使さんナイスです。さて勝っても負けても次で終わり、天使頑張ってね。もうさっきので力尽きました。ちょっと待て、言いたいことが多すぎて処理しきれない。いやまたモンターニュ裏設置ですよ。それは勝ってたから裏取りを。あへぇ、最後の最後に爆死するなんて最低。説明しますと、モンターニュの裏でまた設置、それは勝ってた天使さん上から裏取り、しかし焦りでクリアリングを怠り爆死。そして爆死のタイミングで私含め味方2人一気に死亡。いやどうしてこうなったんでしょうね。コラボ会がこんな終わり方するなんて。これからコラボの時は私とレミリアでやるよ。もう続きは見なくていいよね、敗北だよ。いやでも最後覗けば引き締まった試合多かったですし、何よりコラボ実況できたんでよかったですよ。それならよかったよ。てか天使いつまで来ちゃってるんだ、起きろ。ふう、接戦だったけど反省内容の方が多い試合だったわ。やっぱり重要な場面で勝てないのが私たちの課題ね。もっと頑張りましょ。あの賢者モードになったからって冷静に分析するのやめてくれませんか。ごめんごめん。じゃあ今回はこの辺で締めるよ。コラボしてくれたビスケットさん、ありがとうございます。ご視聴ありがとうございました。次回は私の番です、楽しみ。